国南部で野生のゾウが北上を続けている理由、餌不足だけではないようなんです。中国南部で北上を続けているアジアゾウの群れ、去年3月にミャンマーとの国境近くから移動を始め、昨日人口700万人の雲南省昆明市に到着しました。旅の途中で子供が生まれた一方、4月には醸造所で酒を飲んだ2頭が群れから離れてしまい、今は15頭になっています。今月初めには介護施設にも侵入しました。太早了以后我想往那个后村装水器，结果没有成功啊。然后装到房下，两头大象。被害は農作物などにも出ていて、損失は1億円以上との試算もあります。地元当局が24時間体制で監視を続けていますが、そもそもなぜ北上しているのでしょうか。生息域の環境の変化ですね。ファミリーがその、住みにくくなったということで、他のを探して出た。一方、地元では群れのリーダーが経験不足で道に迷っているとの見方も伝えられています。スタイルフリー。お、来た。